ジャックのマスコットキャラクターミドリッチ、そして愛知県交差点キャラクターのシーベルちゃんも決定しています。さあそして主役、皆様お待ちかねフェアさんです。はい、今日はよろしくお願いします。じゃあお客様に一言ご挨拶をお願いします。110番です。でもしょうもないことで110番をやめましょう。そうですね、110番しなくていいのに110番する人は絶えないということですから、はい、皆さん気をつけたいと思います。それではですね、まずいろいろと吉田さんにお話を伺っていきたいんですけれども、はい、吉田さん、愛知県では横断中の事故がすごく多いんだそうですね。はい、そうなんです。令和3年中の横断中の事故で亡くなった方は27人で、全死者数の 23.1% を占めているんですよ。2割超えるというのが多いと思いますが、愛知県では横断中の事故をなくすためにどんな取り組みをされているんでしょうか。はい、ハンドアップ運動という取り組みをしています。ハンドアップ運動ってどういうことですか。そのハンドアップではなくてですね歩行者とドライバーが横断時に意思疎通を図る横断方法を提唱するものです。歩行者は手を上げてドライバーに横断することをアピールする、ドライバーは横断する歩行者を見かけたら横断歩道の前で止まるなど、そういった一連の流れがハンドアップ運動になっています。なるほど、歩行者だけではなくドライバーもということですね。はい、はい、皆さんもハンドアップ運動を実践